やっぱ ただもんじゃねえな。 根っからの悪人じゃなくていい大悪人になれたのかな。相変わらず私をイライラさせるような悪人ですね。おや、スーパーサイヤ人にならないのですか。今じゃそこまでなんなくてもいいんだ。 自信ありそうですね。じゃあ、牛の続きを始めましょう。なんてことだ。あの奴は僕は一発も食らってないぞ。まさかあんな地球人がいたとは。元々はサイヤ人だけどね。 サイヤ人。なぜ滅びたはずの前提民族サイヤ人が地球に。あそこにいる私の旦那もサイヤ人で。なんてことだ。聞かなかったことにしよう。地球の担当は私なんだ。厄介なことは困る。もうおしまいか。 貴様、いい加減にしやがれ。交代で戦うって決めたはずだ。まだ早いだろう。何やってんだよ、あいつら。 まだ少しは忠誠心が残っていなかった。引っ込んでいなさい、ベジータ。私は孫悟空さんを倒しに来たのです。ほらね、もう少しやったら勝てやっからさ。 意外でしたね。随分時間が経っているとはいえ、ここまで腕を上げているとは想像していませんでした。だからそういたんだ。よかったですよ、訓練をしておいて。やっぱりまだ何か隠してる。何？よくわかりました。あなたもですね。 お互いの一手をやる。もうこの手はなしにしよう。ではお先にどうぞ。やる気なくなっちまうぞ。じゃあ見してやる。 結局スーパーサイヤ人ですか。<笑>でもちょっと違うんだよな。ややこしくて説明しにくいけど、スーパーサイヤ人ゴッドのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人なんだよ。よかったです。危ないところです。念のため、 さらなる進化に挑戦しておいて正解でした。もったいつけてねえで、早くにしてみろよ。わかりやすく銀色にしてみましたよ。単純すぎましたかね。安っぽいネーミングです。ゴールデンフリーザとでも言いましょうか。でも、 ただ色が変わっただけではないのは分かっているようですね。ああ、ワクワクするけど、ここまでとは思わなかったから、ちょっとドキドキするな。どうや、見えませんか。
They try with him now.私が勝利を目の前にして帰ると思いますか？カカロット、変わってやってもいいぞ。あ、汚ねえぞ。おめえもクリーカーの弱点を見つけたんだろ。やっと。力で任せ。今の戦いでよく分かったはずです。そんなものがどこにあるというのですか？確かに今はまだねえけどな。お前は復讐心に駆られ、そのゴールデンフリーザーという進化が完成するとすぐここに来てしまったな。それがどうかしましたか？体力の消耗が激しいんだよ。もっと時間かけて、そいつに慣れてから来るべきだったのに。なるほど。ではさっさと、あなたを殺してしまいましょう。何？あっ、言った通りだろ。悪いことは言わねえ。おめえもう蹴れ。ほら、必ずまた戦ってやる。くそー、そんなはずないんだ。フリーザ様、万が一の作戦を考えてみて、本当に良かったですよ。あらあら、だから言ったのか。あなた、強すぎるがゆえに、つい油断をしてしまう癖があるんですよ。捕まれ！ただ、このまま殺しても面白くありませんね。さん、あなたにやらせてあげましょうか。せっかくだが悪いな。この野郎はムカつくけど、俺が強くなるために必要なんだ。殺すわけにはいかん。ではこうしましょう。あなたをフリーザ軍の最高司令官にしてあげます。何？最高司令官？本当だ。もちろんです。くそ、そいつは惜しいことをしたな。もう決めちまった。貴様を完全に勝負してやる。なんでって、俺の星、惑星ベジータを破壊したお前に忠誠心なんてあるわけないだろう。そうか、貴様は知らなかったな。俺様もなれるんだよ、伝説のスーパーサイヤ人にな。
貴様もよく知ってるだろうが、俺様はあいつみたいに甘くはないぞ。覚悟しやがれ。偉そうな口を。貴様はもう終わりだ。二度と蘇るんじゃないぞ。お前たちもね。で、時間を戻しますよ。急ぎましょう。3分前が限界ですからね。貴様はもう終わりだ。二度と蘇るんじゃないぞ。お前たちもね。変身するのを忘れているぞ。ああ、あれは体力の消耗が激しいから、もっと後にな。まだ鬼を倒す方法は見つかんねえからさ、できるだけ時間稼ぎてんだ。手の内を明かすとは、やばい。ほら、こう見えて結構年なんだぜ。俺は一戦作業を超えている。めちゃめちゃ年上じゃねえか。よっしゃ、よろしくお願いします。じゃあ行くぞ。やっぱりいいね、攻撃も重いぞ。よし、噛んだ。何度やっても無駄だ。いくらお前が頑丈なやつでも、急所を打ち抜かれ続ければ死に至る。降参を進める。降参なんてしねえよ。せっかくヒントが見えかけてきたんだからさ。ヒント？あ、そうさ、ハッタリだろ。なら試してみっか。来い。どうだ、破ったぞ。おめえの時飛ばしの攻撃を。やった、破ったぞ。あ、マジでさ。さあ、もう一気。どうやったんだ、あいつ。おめえ 0.1 秒だけ時間が飛ばせんだろ。 0.1 秒後、おめえの攻撃してきた直後の動きを俺は予想したのさ。そういうことか。
やっと本気出してくれたか。じゃあ、オラも全開で行くぜ。いいのか。その種明かしを聞いた俺が予想できない動きをするかもしれない。ああ、とっさんかりの癖ってのはそう簡単に変えられるもんじゃねえす。俺のスピードについてこれかな。うちすげえ、スーパーサイヤ人ブルーの悟空と互角にやり合ってるぜ。よっしゃ、ソフトバッシュは使わねえか。これは今の自分の限界か。ああ、使えよ、時飛ばし。いいだろう。やったー。無敵の時飛ばしが破られてしまったようですね。さすがは僕の悟空だ。あら、悟空さんは私のですよ。俺の戦いを踏み台に、ヒットの動きの癖を見てやがったな。やり方を真似することに決めたんですよ。お前たちサイヤ人のように変身してパワーアップできるまでの話。強くなったら俺に残された方法は一つしかなかった。きっとこの短い時間でただただ真っ当に成長したんだ。成長、これまで一度も考えたことがなかった。考える必要もなかったからな。だがお前を見て思った。もう俺にもさらなる上があるかもしれない。そして実際こうして時飛ばしを 0.2 秒に拡大で。最新の俺のポテンシャルを最大限まで引き出す構えを考えるとこうなる。耐えられるのはせいぜいあと数発だ。だけど数発は間違いないさ。 0.2 秒先の数が届かない世界じゃねえ。大きな呼び違いだぞ、孫悟空。お前は俺の攻撃を何発かなら受け切れると考える。そしてその何発かを耐えつつ0.2 秒後の動きを読み切ろうとしている。成長を続けている。お前には 0.5 秒に拡大された俺の時飛ばしを超えることはできない。
まだだ。ここで終わりじゃあんたに申し訳なくて。隠そうなんてケチなこと考えてたわけじゃねえんだ。まだ調整しきれてねえし、いずれビルス様とやるときのために時間をかけて磨いていこうと思ってただけさ。未完成の技成功する確率は自由に一つもねえだろ。失敗したら体がぶっ壊れるくらいじゃしまう。ああよっ、そんなふうこの果てもない地形どこまでお前に付き合えるんだ。確かめた気なんだ。太陽剣！できたぜ！スーパーサイヤ人ブルーの力に太陽剣の上乗せだ！ちょっと先まで間違えたら、木が暴走して落ちてしまうとこだって。どうやら完璧にコントロールできたみたいだ。太陽剣、これがオラの奥の手さ！行くぞ！また見るか。尋常ではない木の膨れ上がり方。3倍、4倍、いや10倍だ。10倍太陽剣だ。今のオーラが立ってる場所はあんたらそっくらしのはずだじゃんか。セガのブルーグに長くは乗っている。一気に決めた。その存在が成長を促す。俺は時飛ばしをさらに拡大し、お前の攻撃を回避した。俺はまだ伸びるぞ。そうかよ。とんでもねえ奴がいたのに。第6の聖地。どうぞこいつに手を合いますか。嬉しい。その中の一番と戦おうと。俺の時飛ばしがお前の先を行ったぞ。決闘するというのか。そんなん望んじゃいねえさ。でもそうでもしねえとヒットは全力出せねえんじゃねえかなってさ。